アシナ森氏は、戦国時代の道の区国の武将、戦国大名、アシナ氏第16代当主、大英元年第15代当主、アシナ森清の子として生まれる。天文6年には、伊達種宗の娘を正室に迎え、天文10年に、父、森清から家督を譲られた。天文11年、山内氏を打って、合図における勢力を拡大する。 同年に発生した伊達市の天文の乱では、当初種胸方についたが、天文十六年に同じく、種胸法の田村隆史賢と中通りにおいて衝突したため春胸方に転じた。このため、春胸法の優位が決定的なものとなり、天文の乱は春胸方の勝利に終わった。天文十九年からは、本格的に仙道への進出を開始して、田村隆賢と戦うが、 田村氏を援助する日立の佐竹氏の妨害もあって、容易には進まなかったため、佐竹氏と敵対する相模の北条氏康や、海の武田信玄と同盟して、佐竹氏に対抗した。また、内政面では、金山開発に力を入れたり、柳田氏を承認氏に起用することで、流通支配の強化を図った。A64 年、書に言い仕方の謀反を鎮圧する。この年、 森氏は家督を、嫡男、森沖に譲って、大沼軍岩崎城に隠居し、啓発して失災と申した。しかし隠居後も、政治、軍事の実権を掌握し、引き続き野中の統制に当たった。A66 年、塚川城主、二階堂森吉と戦い、岩瀬軍へと進行する。森吉は、春宗の長女、阿南姫をめとっていたので、伊達軍が、 二階堂支給園のために数度にわたって、日丸に攻め込んできたが、富山城主、穴沢信徳がこれを撃退した。A69 年、森吉が、着難、森高を人質に出して降伏したため、森沖の性質に春胸の四女、彦姫を迎える条件で、足が、伊達館でも講和が成立した。天正二年、伊達実元と共に、田村氏参加の二本松吉国、 大内義綱を破り、田村清明を従属させることに成功した。だが、同年6月に家督を継いでいた森沖が29歳で、急死した。森沖には男子がおらず、さらに森氏にも他に男子がなかったため、人質としていた二階堂森吉の子、森高に森沖未亡人をめとらせて、足掛けの家督を継がせ、森氏が後見人として、政務をとった。 その後も、森氏は、天章三年には、女性、結城義地下を支援して、白川結城氏の家督相続問題に介入したり、天章六年には、上杉謙信史後の混乱に乗じて、越後に出兵するなど積極構成を続けた。永禄三年から天章四年にかけて、六度も特性例を出せるほど足名の権力は強化されていたが、二階堂氏出身の新党主、 森高に反発する重臣たちとの不和や、長年にわたる田村、佐竹との交渉による戦費の不足などにより、森氏の晩年にはすでに、足っしなしは徐々に最盛期の力を失いつつあった。天正8年6月17日、森氏は死去した。去年60。森氏は即室を持たず、それゆえ生まれた男子は、嫡男森沖ただ一人であった。これは、 足名家の水日の遠因にもなった。軽視確保のため側室を持つことが向上となっていた。時代に側室を持たなかった森氏の意図は半然としないが、近代的な清潔感があると評されている。森氏の晩年、黒川城下において、天霊寺河原野の石は、山戸の町の省薬はある人が取るという落書きが記された。これは、戦石のための石に、目のない足名家の重心。 佐世げ兵衛が己の趣味のために、町役から税を厳しく取り立てるという足な家の姿勢を風刺したもので、森氏晩年には足なしの衰退が始まっていたことを示している。森氏は二度にわたって禁酒令を出している。一度目の理由は不明だが、二度目は、着難、森沖が主毒が原因で休止してしまったためであるとされている。いつ頃のことかは不明だが、 武田信玄が近頃優れた武将は丹波の赤井、江北の浅井、会津の森氏、若手の大将では三河の家康、この四人であろうかと評したという。森氏は相当州天寧寺の前住職だった前女という僧侶を尊崇していた。それは単なる信仰ではなく、森氏が認めた人材が罪を犯した時に前女の取りなしで許してもらうためだったという。森氏に、 男職の趣味があったかどうかは不明だが、家中の幼児後、六十名を集めて、普段衆と称させた。暇な時は彼らの話を聞き、見込みのある者は武将に取り立てたという。普段衆の中に年齢より、はるかに大人びた子供がいた。多くの者はその子供の最地を褒めたが、森氏のみは決してその子を取り立てようとしなかった。 その子は大人になって平凡な武士になったが、家臣はどうしてこうなることが分かったのか質問した。森氏は子供の時に大人なら、大人の時は老人になっている。苦いものが甘くなったり、甘いものが酸っぱくなるのと同じことよと笑いながら、答えたという。森氏の晩年、伊達明衆から、自分の次男が成長したら、森氏の養子にするという申し出があり、これに応じる約束を交わしていた。 森氏没後に発生した足シ氏の家督問題において、輝き衆とその着難の正宗は、その約束の履行を求めた。しかし、佐竹氏との関係を強めていた足シ氏の家臣団は、これに応じずに、足シ伊達領氏の関係が悪化。正宗が、足シ氏を呼び、佐竹氏と戦う一員となった。ありがとうございます。